皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日は大変なことが起きております今朝は大変なことが起きております今は6時37分朝の6時37分です 空襲警報並みの大変なことが起きておりますが空襲警報の音源を探す時間もないほど今、緊急で動画を撮っています令和元年9月25日水曜日朝の6時37分です私は、えー、もう大変こう来てます本日のお題ですがビットコインがなんと夜中の間に87万円まで暴落しましたビットコイン FX 全力買いのチャンス え前回の動画で申し上げましたがビットコインが90万円まで落ちたら FX で全力買いとビットコイン FX 全力買いのチャンスです今年最後の億万長者への道ということでねちょっとウェブを見てみましょう見てくださいこれね財布なんですけれども財布の 1, 1時間足なんですがね これやばいでしょ。あの、昨日、だいぶね、落ちてきたんですよね。ずっと落ちてきて、危ないなと。危ないなと思ってたんですよね。ここで、まあ10、108万円からずっと落ちてきて、えー、103万5千で一旦バウンドしましたが、105万円からドーンと落ちたと、えー。夜中のね、17、昨日の、そうですね。 夜の9時ぐらいから落ちてきて、そしてついに今朝がた3時にですね、フラッシュクラッシュということでございますね。で、これ、まあ、ビットコイン FX のロング、買いを持てた人はもうだいぶ焼き焦がれたと思いますね、これ。大衣が出なければいいかなと思いますが、このヒゲでですね、えー、なんと87万850円ですね、つけてます。 で、今ね、上がってますね。ちょっと落ちすぎたんでね。で、これなぜ、何かと。適昨日の夜のね、えー、アメリカの指標発表のしん消費者信頼感指数が非常に悪かったっていうのもあるんですが、なんと、なんと、なんとですね、ついにあの、暴、暴君であったアメリカのトランプ大統領が、えー、弾劾三判を開始してですね、クビになると。 えー、ついにですねロシアと中国の後ろ盾がなくなるということですね。あのトランプ大統領、えー、トランプ大統領は、ね、あのロシアのですね後ろ盾があって、まあ、あの大統領選で勝利したと。 いうですねあの疑惑がずっとねあ,しあったよね、ロシア疑惑がねあったんですけれども、まあ FBI が捜査してたんですが、FBI のトップが、ね、クビになっちゃったりしてね、ねあの大統領特権でなんとか逃げてきましたけれども、まあここに来てです、ね、トランプ大統領がまあ本格的にクビになると。えー、いうことでですね <coughs> 出てきてきないですねねまだね、えー、トランプ、トランプ弾劾ですね、弾劾裁判。えー、<coughs> 速報でね流れています、はい。トランプ大統領の弾劾裁判、えー、審議開始へ下院議員ということでね、ねこれはあ佐賀新聞ですけども、5時48分ですね。 ちょっと前ですが、えー、もう流れてますね。はい。新疑惑巡りっていうことでもう、えー、それでですね、まあ、ロシアと中国が手を引いたとも、中国もね、バカバカしいとその、えー、中国とアメリカの、ね、貿易戦争をやってて、えー、なんかやったりふりしてね、えー、トランプ大統領の大弾劾裁判が、まあ、起こらないようにですね、 表向きは一生懸命やってるっていうふうにしようというようなですねあの中国との裏約束が、まあ、あったんじゃないかというふうに言われてましたけれども、まあ、ついにね、まあ、これ日経新聞ですけども日経これ4時43分ですね、えーまあ、これが出てですねこの弾劾裁判弾劾がね発表で審議入と 米の会員議員ですけどね、この発表が出て、もうアメリカ信用ならぬということで,で、すね、えー、まずはですね、あのー、まあ、あれですね <coughs>、アメリカドルですね、ドル円が、まあ、大暴落してですね、まあ、アメリカ信頼関指数、消費者信頼関指数が、えー、下がったっていうのもあるんですけども、 これね、これ大暴落して、まあ上がったんですけどもね、で、トランプ大統領の弾劾裁判が始まるということで、また下がったということで、えー、昨日の、ね、夜はです、ね、107円、まあ、80銭ぐらいまであったのが、今107円9銭ですからね、はい、えっ、ー、と、まあ、70銭くらい、70ピプス下げですね、一気にね、はい、一晩でね。 なのでこれでショート持ってた人はだいぶ助かったんじゃないですかねまあそうだね上上がるときは下がるんだよね NG だから、ね、NG 型だからねうん上にまあ上がったから下がったのかな NG 型に行くからね上がると下がるんですよねうん逆にこっちはそうだね下がって上がったって感じかな ま,あまた上がるかもしれないし、下がるかもしれないし、まあ、為替とかね、まあ、株とか、ビットコインって、相場っていうのは分かんないもんですから、さっきは。で、だいぶ上がってきてますね、今ね。はい。で、87万円から93万3000まで行ってますので、これは、あの、前回の動画でですねおやあのは、お話しした通りですね、 えこれはあのビットコインをね、大量購入している方がいらっしゃいますので、チャンスですね。ここの防衛ライン100万円をん分割りましたんでね、今はすごく安いですね、今ね、ビットコインがね。で、週足見てもですね、だいぶ落ちたんで、これはサイン・コサイン・サーブ、カーブのずいぶん下の方まで来てるので、上がりますよね。 完全に上がっていきますね、これね。なので、えー、90万円まで来たらですね、買いのチャンスって私前回言いましたよね。前回言いました。100万円割って、9できれば90万円まで来たらチャンスということで、今,もう今大チャンスですね、これね。ただ、もうだいぶ上がってきちゃってるんでね、上がもう93万も、みるみるうちに3000円も上がってるので、まあ、お金ある方は今日中にですね、 えーまあ、ビットフライヤーとかコインチェックとか財布に入金日本円を入金して、まあ、100万円になる前にですね、えー、買う必要があるあ、もうどんどん上がってるよね、<laughs> どんどん上がってるよね、日本人起きてなんだこれ安いっつってばンばン買ってますからねはいで、まあ、できれば海外とか国内のビットコイン FX で買えばね、まあ、こんなに安いのはもう今しかないのでね。 うん、これ以上安値つけないのかなと思いますけどね。上がってきてますね。5分足。上がってきちゃってますね。まあ、ただ、そうだね。だいぶ悔しいね。こんなに上がったら悔しいけど、まあまあ、だいぶね、まだ上はあるので。だいぶまだ上はあるのでね。まあ、まだいいかなと思います。まだ。ただね、これから銀行が開いて、まだ6時40、まだね、6時50分ぐらいですからね。 はい、6時46分か銀行が開いて速こ入金してたってと大変ですけどもネ,ネットバンクを、ねえー、ネットバンキング <laughs> 口座をお持ちの方はですねぜひともビットコインをね今買うチャンスですねで,できれば F ビットコイン FX で買えばまた大量にですね億万長者、まあ、億万長者と言わないまでも 500万、1000万、5000万ぐらいをね、設けられるチャンスで終わることは確かですね。うーん。はい、ということでですね、今日は速報ですが、えビットコインが87万円まで暴落してですね、ビットコイン FX 全力買いのチャンス、まあ、あの現物でもいいですよ。で、今年最後の億万長者への道が開かれましたということをお話しさせていただきました。 であのー、これねドル円の方はどうなるかって話なんですけども今日はね中値なんでね9月25日で月末なので上がるでしょうねこれね上がるでしょうねだいぶねはい30107円40銭うん戻しちゃうかもしんないね全部ねはいそれでは今日も頑張っていきましょう千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました失礼いたします